マッピングと混同されることがあるかと思うんですが、あのスマートイルミネーションというのはもともと省エネルギーをテーマにして作っているイベントでして、今回使っているプロジェクターは実は全部家庭とか普通の会議室とかで使えるような非常に小さな機材を使ってるんですね。でそういうこともありまして、ちょっとある程度日が落ちてくるまでは正直で見えませんでマッピングとはちょっとまた違うですね、そういうアーティストが小さい機材ながらに工夫をして面白い風景を作っているアートプロジェクトだというふうにご理解いただければと思います。でちょっとすいません、せっかく早い時間からおいでいただいてるんですけども、ちょっと暗くなってくるまでは見えませんので、ちょっと申し訳ないですけどご了承いただいて少々ゆるゆるとお待ちいただけますでしょうか。ちょっとあと昨日からちょっと天候の関係で公会堂のライトアップのセッティングがちょっと遅れておりまして、これから暗くなってくるとこの新旧庁舎の外壁のプロジェクター見えてくると思うんですけれども、公会堂の方は今立ち上げておりますので、ちょっと公開リハーサルといいましょうか、そういう生ぬるい気持ちでご覧いただければ幸いでございます。すいません、どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。お待たせして、徐々に、綺麗に見えてくるのを楽しんでいただければと思います。こちらのプログラムなんですけれども、